グリア細胞株由来神経栄養因子は人では GDNF 遺伝子に高度されるタンパク質である。GDNF は多くのタイプの神経細胞の生存を促進する低分子量タンパク質である。GDNF は GFRα ファミリーの受容体、特に GFRα1 を介してシグナルを伝達する。GDNF 遺伝子は高度に保存された。 神経栄養因子を高度している。組み換え型 GDNF は培養中のドーパミン作動性神経細胞の生存と分化を促進することが示されており、軸索切断による運動神経のアポトーシスを防ぐことができる。GDNF 遺伝子に高度されたタンパク質は、主に両体として存在する成熟した分泌型へとプロセッシングされる。 成熟タンパク質は、レッドガン原遺伝子の遺伝子産物のリガンドである。GDNF を高度する転写産物に加えて、アストラサイト、ディライブドトロフィックファクターと呼ばれる異なる、タンパク質を高度する2種類の代替的、転写産物も記載されている。この遺伝子の変異は、ヒルシュスプルング病と関係している、可能性がある。GDNF の最も大きな特徴は、 ドーパミン作動性神経と運動神経の生存をサポートする能力である。これらの神経集団はパーキンソン病や筋縮性即索効果症の疾患過程で死に至る。また GDNF は腎臓の発生と生止形成を制御しており、アルコール消費を強力に迅速に抑える効果がある。GDNF はもう隆起の毛包幹細胞を標的とし、 毛包の形成と皮膚の総症値を促進する。GDNF は1991年に発見され、GDNF ファミリーリガンドで最初に発見されたメンバーである。GDNF は GFRα1、GFRα2 と相互作用することが示されている。GDNF はパーキンソン病の治療薬としての研究が行われているが、初期の研究では、 有意な効果は示されていない。ビタミン D は GDNF の発言を強力に誘導する。2012年、ブリストル大学はパーキンソン病患者に対する5年間の臨床試験を開始した。41人の参加者は薬剤が損傷細胞へ直接到達することができるよう、頭蓋内へのポートの外科的な導入が行われた。 GDNF とプラセボの定期的注入による二重毛検試験の結果 GDNF 投与分とプラセボ投与分の間でパーキンソン病の症状に関しては優位な差が見られなかったが損傷した脳細胞に対する効果は確認されたこの臨床試験はパーキンソン SUK の資金提供ザ・キュア・パーキンソンエストラストの支援のもと行われ CPT の設立者 トム・アイザックスも参加者の一人となった。ありがとうございます。